全国 RC ドリフトファンの皆様、ごきげんよう。ごきげんよう。ムッシュムッシュかけい。ピエールピエールは帰りました。帰りました。はい、今回は、はい、何でしょうか。皆様、年末でございます。年末。はい、もう今年も終わりだ。はい、その前に、はい、今年のお買い物、今年のうちに。はい、今年の買い物、今年のうちに。ということで、はいはい、今回はエクシードさんの商品です。はい、まずは、はい、お値打ち、お値打ち、はい、値段が安い、はいはい、うん、今年かけちゃんがそうなんですよ、はい、RCDC で使ったボディ、はい、すげえ派手やったんですけど、はい、電飾関係ですね。まずそうですね、はい、皆さん、僕みたいな腕がない人間はどうやったらいや腕あるし、光らすしかないやん。光って目立とう。光らすしかないやん。光って目立とうと。こちら今日紹介したいエクシードさんからですね、電飾がかなりあるぞと、はい、僕の中ではこれはいいぞっていうのをちょっとピックアップしまして、はいはい、まず紹介したい電飾でおすすめというか、はい、おっと思ったのが、はい、これなんですよ。はい、これは何でしょうか。はい、LED アイラインユニット、はい、長さが、はい、なんと2種類ありまして、はい、60ミリと、はい、110ミリ。ああ、だいぶ長い。ね、だいぶ長いですよね、うん。解説しよう。一番簡単な使い方は、受信機の空きチャンネルのポートに差し込むだけ。そしてこのヘッダーピンに抵抗器を挿すと発光するのである。感覚で言うと輪ゴムが光ってるような感じだ。そしてこのヘッダーピンの交換すると明るさも調整できるのであります。明るい光と暗い光と選択できるようになっているのです。色のバリエーションは白、青、赤、黄色、緑、ピンクと揃っています。そして付属の固定アルミテープは裏側がミラーシルバーになっているので、これでさらに発光するという仕組みになっているようです。ご清聴ありがとうございました。早速ここに立ちました。こういうとこね、昨今の車こういう、そうなんですよ、はい、GR86 であったりとか、ね、もちろんこの GTR、はい、ここのアイラインがねピュッて光ってくれちゃうんですけど、はい、これラジコンボディで再現しようにはどうしたもんかと、なかなかね、なかなかね、はい、再現できなかったんですけども、はい、ちなみに60ミリを使ってですね、60ミリでね、ここからニョキッとこうボディに沿わして、はい、優しいのがですね、ちゃんと専用のテープもついていて光が漏れないですよこれ、はい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 、これマルチライトユニット、マルチライトユニット、でったかでったって、これはいわゆるスロットルと連動したりマルチライトユニット聞いてない人の話、聞いてない、全然聞いてない、はい、こちらはですね、はいはいはい、なんとマルチライトユニットになっております。はい、はい、どういったものかと言いますと、なんとリアルアフターファイヤー仕様。えこれでもお高いんでしょ。いいえ、今回はなんと5800円、5800円とさせていただいてます。もう一息、う高い、安いか、安いな、はい、安い安い安い、はいはい、なんとアクセルオンでちゃんと2位に置かれたことになってます。あ、アクセルオンで、はい、つきました。そうなんです、つくんですよね、はいはいはい、ブレーキかけたらブレーキも光る、光りますよと、見たブレーキもね、ちゃんと反応してくれるんですよ、はい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 、しかもこのリアルアフターファイヤー仕様、はい、アクセルオンで、はい、離すと、はい、ちゃんと離してる時にバックファイヤーするんですよ、はい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 、バックが大好きです。あ、なんか色が違う。そうなんですよ、ちょっとこう地面に照らすと分かるんですよ。青が入ってる。そうなんですよ、青とオレンジなんですよ。すごい、はいはい、よう考えられてる、よう考えられてる、はい、ハザードもたけるんですよ、はいはいはい、止まってから5秒後ぐらいにちゃんとハザードがたくようになっております、はいはい、これはつけてないですね、リーマン仕様なんでね、ハザードいらんかなと思って撮ってます、はいはいはい、
そういったもののユニットに秋チャンネルがあるので、はい、2位に常時点灯のところにさせば常時点灯にもなりますし、ね、光らせ方変えたかったら、はい、光らせる変わるところのチャンネルにさせてもらったら、あのハイライトハイポイントでつくようにするとか、そういったこともできます。なるほど。まあこのライトユニット、これが別売りなんですよ。チップがチップですね。そうなんです。チップが別売り、はい、なんでこんなチップ別売りなんやって言ったら、はい、え、双葉さんと三和さん、はい、分かれてます。はい。なので受信機によって、これが分かれてるので、はい、それをチョイスしてここにガッチンコします。ここにね、ガッチンコ、ここにはめます、はい、はい。オーバーフェンダー用鍋ネジ、うん、はい、ね、こんなネジ入れとくとリアルに仕上がるようやけど、はいはい、あ、入ってんよ、ごめん、入ってないな入ってないわ俺も入ってないわ入ってないわ、うん、で、かつりたい人に向けて、これこれなんでしょう。なんと、はい、サンダーボルトガンマくん。なんか強そうな名前。なんか強そうな。ちょうど今俺ガンダムのサンダーボルト見てるところやから。やけどチップコンデンサーが入ってるんですね。なので受信機のベックプラスとマイナスに差し込むだけ。はいはいはい。コンデンサーってことは要は電流が安定するってことですね。そうですね。で、特性どこにないんで誤配線の心配もないですし。あなたにサンダーボルト。決まったぜ。決まったぜ。これ、はい、次、はい、これは何ぞ、はい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 、マグネットボディマウント、はい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 、これですね、はいはいはい、このプレートが多分本体、うん、でここにあの L 型のステーがこうピタンとくっつく L 型のステーも黒の磁石がちゃんと入ってるんですよ。これ結構いいですね、うんうんうん、黒っていうの、はい、うん、知らんけどっていうサラネジで留めてるようになってて、そうです。これがサラネジだとネジも入っとるし、うんうん、でネジの空間入れたかったら自分のお持ちのアルミのスペーサーとかやったら高さは変えれるでしょ、うんうんうん、と、はいはいはい、横幅はこれであの自由自在にこう変わるんで、はいはいはい、あのどんな車種でも対応できますよっていう。なるほどね。価格もね、見てください、意外と安いんですよ。2800円。あ、安そう社長もう一声お父ちゃんにちょうだい。なんか出てきた。おお。これなんかの工具？うん。これもなんか強そうな形してる。これ強そうでしょ、はい、ダンパーリムーバーって言って、はい、ダンパー外すときに、はい、ダンパーの隙間にパチンってやるためのものなんですね。はいはいはい、樹脂を傷めないですし、うん、手も痛くないし、はい、普通に、よくあるのがラジペン挟んでグレッてやると、うんうん、あのラジペンの形ついたり、うんうん、それがガッて当たってダンパーして傷ついたみたいな、はいはいはい、ついでに多機能で 4.5、5.5、7mm、8mm、5mm、はい、4mm の、はい、要はこういったナットとかもこうやって締めれるよーってやつですね。あ、 5.5 やからここやな、うん、シャキン、こういうことですね、うん、これで締めたりするし、見えるかな、見える、みんな見える、みんな見えへん、ほらこういうネジの形してて見えてる、映ってる、映ってる、うん、じゃあここの長さが測れますよ。ネジの長さを測れる、そうなんですよ。はあ、賢い、みんな老眼やろ、賢いな、みんな見えへんやろ、はあはあはあ、みんな見えへんやろ、はあはあ、あ、ダブルアルマイドかかってこんなアルミの削り出しで、はあ、何倍やったっけこれ。2300円。安い、安い、安い社長、安い、2300円で。続きましてはこれです。はい、結構工具類充実してます。これすごいね、これも何やろね、これ。え、こんな加工しててまたダブルアルマイトとかしてました、これなんでこうかけてるんですか、これ。猪之助の刀みたいな、そんな感じ、猪之助のね、日輪とかやね、うん、サスアームとかの、はい、サスシャフトを通る穴をしっかり3ミリに適正してくれるんですよ。樹脂のサスアームとかね、あれ絶対成形上で3ミリの穴開いてるんですけど、プラスマイナス交差を作ってあるので、はいはい、必ず小さくできてます、はい、なんで実質は 2.98 とかで穴が開いてるんですね、はい、それをしっかり3ミリの穴を開けて、サスシャフトで動くのではなくて、サスシャフトとサスアームが動かせるように、スムーズに動かすようにという道具。なるほど、はい、このダブルアルマイトがかかっていて、なおかつこんなかっこいいねハニカム構造もしてて、はい、お値段がなんと1900円。なんか値段の付け方間違えてね、工具類、工具類もう一個あったんですよ、はい、ちょっと M ちゃん、 M ちゃん出してもらいましょう、出してもらいましょう、出てくるよ、 M ちゃんが出てくるよ、ポキーンてってねー、これタンバックレンジです。はい、タンバックレーですね、はい、またこれ強そうな形してる、そうなんですよ、タンバ曲がりもせん、違う、そういう強いじゃない、違う、はい、曲がりもせんへんし、はい、今までのタンバックレーンちゃったらここに対してこうなんですよね、はい、だから回すときに非常にうん、アッパーに当たったりしよったけど、はい、これをくら返すとですね、ほら見てください、角度がものすごい攻めれるんですよ、はいはいはい、ね、
さらに色のバリエーションもありまして。ありましたね、はい、赤ん色から青色まで。僕は青がいい。青がいいな。マキさんですか。いい。俺赤がいい。青がいいっす。赤がいい。じゃあこれお値段なんぼでしょうか。当ててください。これ多分2500円じゃん。あ、ピンポン。イエーイ。2500円です。はい、青がいいな俺。はい、というわけでムッシュかけちゃん、はい、ムッシュありがとうございます。これでいいかな。はい、ありがとうございました。よかったですね、はい、こんなわけで、はい、いろんなエクシードから商品が出てまして、うん、はい、外装パーツね、うん、マフラーもさっき説明した。そうですね、外装パーツ出てますし、電飾ウィングステイとかもなかったっけ。あ、ありました、ありました、ありました、ね、僕なんか結構今まで知らんと使ってるのですよ。そのセクシーですよ。はい、そうそうそう、マフラーもね、非常にリーズナブルな格好で、なんか焼きが入ってたり、そうそうそう、焼き色がね、うん、というわけで今回はエクシードさんでした。今年最後？あれが間に合ったらもう一回来る。ああ、そっかそっか、はい。じゃあ皆様、良いお年を。はいはいはい。一旦良いお年を。一旦良いお年を。恐縮です。今年の買い物、今年のうちに。